1945年4月6日、3333名の男たちは大和と共に決戦の海へと向かった。敗れて目覚める、それ以外に日本が救われる道はない。母親と妹は守ってやりたい、何としても。私は7000人の命を預かってる。ただの一人の兵も無駄に死なせるわけにはいかん。国は君だ。大和が突っ込むなら俺も一緒に突っ込もうとな。広島の実家でずーっと待っとるけん。希望へ駆け上る、あなたが永遠に